4月9日の星座別運勢ランキング。第12位お羊座。自己主張が難しい日。お羊座のあなたには、自己主張が難しい日となるでしょう。周囲の意見や要望に合わせる必要があり、自分の意見を抑えることが求められます。柔軟な対応を心がけましょう。ラッキーアイテムマスク。自己主張を抑えつつ、周囲とのコミュニケーションを円滑にするために役立ちます。 第11位カニザ。自己保護の大切さを意識する。カニザのあなたには、自己保護の大切さを意識する必要があります。自分の感情や心のケアをしっかりと行い、自分自身を守ることが大切です。自己防衛や自己管理に注意しましょう。ラッキーアイテムアロマキャンドル。リラックス効果や心の癒しに役立ちます。第10位乙女座。細部にこだわることが重要。乙女座のあなたには、 細部にこだわることが重要となるでしょう。自分の仕事やプロジェクトにおいて、細かな部分まで丁寧に取り組むことで、より結果を得ることができます。丁寧さを忘れずに行動しましょう。ラッキーアイテムルーペ。細部を見落とさず、完璧な仕事をするためのツールです。第9位ウオザ。直感力が高まる。ウオザのあなたには直感力が高まるでしょう。自分の内側に目を向け、 直感や感情に従うことで、正しい選択をすることができるでしょう。自分自身に素直になりましょう。ラッキーアイテムタロットカード、直感を養い、未来の余地や自己啓発に役立ちます。第8位天秤座、バランスを保ちながら進む。天秤座のあなたには、バランスを保ちながら進むことが求められるでしょう。人間関係や仕事、趣味のバランスを取りながら、 自分自身の成長を促すことが大切です。調和を意識して行動しましょう。ラッキーアイテムバランスボール。バランス感覚を養い、心身の調和を保つ助けとなります。第7位水が目座。想像力が爆発する。水が目座のあなたには想像力が爆発する予感があります。アイデアや発想力が活性化し、新しいプロジェクトや趣味に没頭することができるでしょう。 想像力を存分に発揮してみてください。ラッキーアイテムアートセット。自己表現や想像力の発揮に役立つ道具です。第6位ヤギザ。目標に向かって着実に進む。ヤギ座のあなたには、目標に向かって着実に進む力が備わっています。計画を立て、努力を重ねることで、望む結果を手に入れることができるでしょう。忍耐と努力を持ち続けましょう。 ラッキーアイテム手帳、表目管理やスケジュール管理に役立ちます。第五一子座、自己表現の力が高まる。獅子座のあなたには、自己表現の力が高まるでしょう。自分の意見や感情をはっきりと伝えることで、周囲の人々とのコミュニケーションが円滑になります。自分の存在をアピールしてみてください。ラッキーアイテムマイク、自己表現の場やパフォーマンスで活躍することができます。 第4にサソリ座。内なる力が目覚める。サソリ座のあなたには内なる力が目覚める予感があります。自己啓発や内政を通じて、自分の潜在能力を開花させることができるでしょう。自信を持ちながら、新たな一歩を踏み出してください。ラッキーアイテムパワーストーン。内なる力を引き出し、運気を高める助けとなります。第3におう座。安定と積極性のバランスが重要。 オウシ座のあなたには、安定と積極性のバランスが重要となるでしょう。目標に向かって努力を続ける一方で、自分の心の安定を保つことも大切です。自分自身と向き合いながら、バランスを取りましょう。ラッキーアイテムアロマディフユーザー。リラックス効果や集中力の向上に役立ちます。第2位テザー。冒険の扉が開かれる。 伊手座のあなたには冒険の扉が開かれる予感があります。新たなチャレンジや旅行の計画が成功する可能性が高まります。思い切って行動し、新たな世界を探求してみてください。ラッキーアイテム地図、未知の場所への探求心を高め、目的地への道筋を示してくれます。第一位双子座、知識の秘密が解き放たれる。今日は知識の秘密が解き放たれ。 双子座のあなたには進化のチャンスが訪れるでしょう。新たなアイデアや情報が舞い込み、あなたの頭脳を刺激します。知識を活かし、新たな可能性を追求してみてください。ラッキーアイテムメモ帳、アイデアや思考を書き留めることで、洞察力と想像力が高まります。